あ、見て見て、ほら、リンゴが臭いよ。やばい。いつもと違う時間なんでね、なかなかすぐには来てくれません。どうしたんだ。なんでこんな時間にリンゴがくれるんだろう。なんでこんなに人がいっぱいいるんだろうってね。いつもとね、いつもですね、お昼に行ってくるわけでね。おじさんね、みんなにお話してるからね、ちょっと話してるからね。黙って聞いて。まだね、リンゴに興味があるんで。どうぞ、お前。昔かずみちゃんなんかはね、お別れ会の時に全然リンゴ食べに来るんでね。そうだね。ね、でもこの後ご飯食べよう。もうね、しっかりと来てくれるから。ちょっと嫌なんだけど。うん。瑛太君もね、北海道になってもまたこうやって着くのかなと思ってね。向こうの担当さんに熱い宣伝をこうやってね。今日はね、あと2回もガイドありますのでね、午後のガイドもね、首は皮膚のところはね、気をかけないと。おー、はまっちゃった。本日はご来園いただきましてありがとうございます。ご来園のお客様に催し物のご案内をいたします。本日12時より動物科学館レクチャールームにおきまして紙芝居会が始まります。本日12時より動物科学館レクチャールームにおきまして語りの会四季会堂の皆様による紙芝居会が始まります。参加しますので皆様どうぞご参加ください。本日12時より動物科学館レクチャールームにおきまして語りの会四季会堂の皆様による紙芝居会が始まります。入場無料ですので皆様どうぞご参加ください。多分分かんないね。
まあこれでね、今日お別れ会終わりますけどもね、午後からもね、またいつもの通り飲み会がありますのでね、ぜひ、午後からね1時半ぐらいからとね、3時半ぐらいからやりますのでね、この時間にもねまた見ていただければまたゆっくり見れると思いますのでね、おいしい大きいリンゴだね。こんなリンゴ食べたことないね。1年に2回ぐらいしかあんなでかいリンゴあげたことはないですからね。いつも細っこいリンゴばっかしですから。落とすなよ。